さあパトリオット入場してまいります。いいタッチワークを見せます。愛国仮面軍団チョップを打っていきます。パトリオットです。さあロープに振ってハイキックカウンターです。サイドのヘッドロック田上明。さあしかしロープに振ったのはパトリオットの方だ。ショルダー田上ロープに飛ぶ円陣蹴り。田上の大きな体が舞います。さあ川田俊明今日最初のリングイン逆水平を打っていきます。さあロープに振ってスピンキック。さあそのままグラウンド同時目スリーパーにとっております。リング中央4月には小世代軍を離れてから1年になります川田俊明。今年はどうしても三冠戦タイトルを取りたいところです。今年取れなかったらもう一生取れないかもしれない川田俊明そう語っています。しかし桃田さんこれは逆に言うと今年は自信があるというふうにも取れますよね。自分に対するいい意味でのプレッシャーだと思いますよ、自分にプレッシャーをかけることによってそのよりなんていうんですかやらなきゃいけない自分を窮地に追い込んでね、そういう自分の闘志をかきたてるというかそういう意味でもやっぱり自分に制限をつけてんじゃないですか。なるほどプレッシャーをかけていくという、さあダブルドロップキック顎に命中します。カウント1つダ・イーグルがスリーパーホールドに取ります。しかしこれはロープが近い逆水平ロープに振り返した川田ショルダースルー目の辺りを抑えています。サッカーボールキックバチッという音。さあブレインバスター対空時間が長い固めます。ダ・イーグルカウント2で返しています。バックブリーカーカウントは1つ。昨年の9月に世界タッグのタイトルを失ってからこの川田田植コンビほぼ半年経とうとしています。現在無冠の状態。パトリオット田植を振ります。パワースラム力がありますパトリオット田植カウント2で返します。サーフボードストレッチに取りました。大きな声を上げてうめき声田植明耐えます。徐々に力を入れますパトリオット腕に血管が浮いてきます。試合時間5分を経過しました。タッグマッチ川田俊明田植明組対パトリオットダ・イーグル組45分の一本勝負。ここまでの5分はパトリオットイーグル組仮面コンビがペースを掴んでいます。格上の川田田植組に対してここまでパトリオットイーグル組ペースを掴んでいます。サーロープに振ったショルダーダブルのショルダーカウントは1つ。田植明劣勢に立たされています。ドロップキックギロチンドロップカウントは2。さあ田植明が上がるか投げ返します田植。この辺りでイーグル動きが止まってしまうんでしょうか。桃田さん、はい、イーグルちょっと動きが止まってきましたね。そうですね、まだそんなにダメージはないと思うんですけども、そうですか、やっぱりちょっとなんかさっきからですね、はい、急になんか動きが止まったような感じがしますね。格上の川田田植を相手に回してちょっと前半飛ばしすぎの感が
もしかしたらあるのかもしれません。イーグル、あのスタミナの点ではね、はい、問題ないと思うんですけどね。あ、そうですか、さあボディスラム、サッカーボールキック、バシッという音をお聞きいただけたでしょうか。熊谷市民体育館にもこだまします。さあそして拷問式の肩逆エビ固めです。これはパトリオットがカット、事なきを得ました。早いタッチワークです。正規軍ロープに備えつけます。ロープの反動を利用してぐいぐい押し込んでいきます。田上、さあ田上明のコブラツイスト、ここから拷問に移行するんでしょうか。徐々に徐々にイーグルの体沈んでまいります。さあパトリオットがパートナーを鼓舞するように手拍子を起こします。田上のコブラに続いて川田俊明はどのように攻めていくんでしょうか。バックドロップ、カウントは2。逆水平打っていきます。川田、早いタッチワークです。正規軍、桃田さん、はい、この正規軍のこのポン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 つないでいくこのタッチワークというのはどういった狙いがあるんでしょうか。当然要するにその一人の選手をですね、はい、集中攻撃していくためには二人が要するに交互に行くのが一番あの理想的ですから、ね、なるほど、自分たちの要するにそのスタミナの消耗とかそういうのをあの抑えられますからね。さあパトリオットです。田上明を向こうに回して息のいいファイトを展開します。パトリオットショルダーです。カウント2。さあフルネルソンバスターに、いや持っていこうというところでしたが田上こらえます。対角線パトリオットが振ったハイキック、待っていたのは田上明、ハイキックラリアットです。またしても短いタッチワークから合体ラリアット、カウント2、カウント2、パトリオット返します。10分が、さあパワーボム、パワーボムの体勢、これをイーグルがカットに入ります。パワーボムを返しましたパトリオット。さあイーグル、コードを振ってスピンキック、さあバックを取った、ジャーマン、カウント2つで返しちゃいます。川田、さあもう1回か、もう1回か、これは返した、これはしのいだ川田俊明。そしてまた素早いタッチワークを見せます正規軍。田上明覆いかぶさります。カウントは2。さあ喉若、喉若、うん、これはイーグル、イーグルが入ります。さあそのイーグルを川田が場外に落としました。2対1の体勢ができた、喉輪は返しますパトリオット、いやダ・イーグル、喉輪は返します。ラリアットかわしたハイキック、さあ喉輪、これはパトリオット間に合いました。危ないところでした、パトリオット間に合いました。さあそして川田が入場、劣勢に立っています。愛国仮面コンビ体を入れ替えた。カウントは2。1週間後のアジアタックのタイトル、それまでに一戦一戦大事に戦っていきたいパワースラム。さあイーグル、黄金和紙イーグルが今トップロープ、ああこれはしかし
田上が制します。さあしかしパトリオットがアシスト、ミサイルキック。さあ待っていたフルネルソン、パスター、パトリオット、さあカバーしろカバーしろという指示を送ります。試合の権利はイーグルと川田、カウントは2。素晴らしい連携を見せますパトリオットイーグルコンビ。ボディスラム、さあ再びイーグルがトップロープ、ボディープレスは膝でかわしました。川田丸める、カウントは2。さあストレッチプラムか、ストレッチプラムか。さあパトリオットは場外、パトリオットは場外、田上が抑えています。ロープに逃げますダ・イーグル。しかしもう一回ステップキックでダメージ与えておいて、リング中央パワーボム、カウントはどうか、パトリオット間に合います。またしてもカウント2。さあストレッチプラムを打ちました、パワーボムも打ちました。さあ何がある、川田さあ締め上げていきます、締め上げていきます。さあここでギブアップ、イーグルギブアップです。正規軍川田利明、田上明組ド迫力勝ち、パトリオットダ・イーグル組を下しました。しかし敗れたとはいえイーグル、川田利明に対しましてストレッチプラム、そしてパワーボムまでしのぎました。いや桃田さん、はい、今の戦いどうですか、ご覧になって。そうですね、やっぱり気合の入り方が序盤戦からですね、やっぱり正規軍はものすごい相手チームにプレッシャーかけてたんですよね。それが最終的にやっぱり功を奏したということだと思います。なるほど、最初開始10分ぐらいまでは完全にパトリオットだイーグル組のペースに見えましたが、やはり底力格が違います。川田田上組勝負タイム13分32秒、パトリオットだイーグル組を下しております。